はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中二理科化合の5回目です。で、前回も言いましたけど、今回こういう100円ショップで売ってるこういうポンポンボール、これを使って、もう遊び感覚で化学反応式を考えていきたいと思います。はい、まず鉄と硫黄が化合して硫化鉄ができる反応です。はい、まず鉄原子、はい、このグレーです。はい、硫黄原子、黄色です。はい、で硫化鉄、はい、こういう状態です。はい、もうこれ数も合ってます、このままですね。だから化学反応式 Fe プラス S で矢印 FES です。はい、これ簡単です。さあ次、炭素が燃えて二酸化炭素ができる反応です。はい、まず炭素原子、黒丸です。で、燃えるということは酸素と化合します。ですから酸素分子 O2 です。で、これと化合して CO2 二酸化炭素ができます。はい、これも黒丸1個、青丸2個、反応前後どちらも黒丸1個、青丸2個です。はい、で化学反応式は Cプラス O2 矢印 CO2。 はい、これも簡単ですね。さあここからです。はい、次、水素が燃焼、燃えて酸素と化合して水ができる反応です。はい、まず水素、はい、H2 です。はい、酸素、はい、O2 です。で、水、 H2O です。はい、いや、 H2 プラス O2 は H2O。 はい、でもこれじゃあ数が合ってません。まず青丸、酸素原子が反応前2個なのに反応後1個しかありません。じゃあ反応後の酸素原子を2個にするために、はい、もう1個この水分子を追加してやります。はい、これで酸素原子、青丸の数は合いました。でも今度水素原子、赤丸の数が合ってないので、反応前の赤丸を4個にしてやります。さあこれで赤丸も青丸も反応前後で数が合いました。じゃあこれで化学反応式が完成です。 2H2 プラス O2 矢印 2H2O です。さあ最後、一番難しいって言った、はい、酸化銀の分解です。はい、まず酸化銀、銀が2個と酸素が1個、 AG2O です。で、この AG2O が分解すると、はい、銀 AG と、はい、酸素分子 O2 に分かれます。またこれ数が全然合ってないので、数を合わすために、はい、反応前の青丸を2個にします。からここに酸化銀をもう一つ追加して、これで反応前後の青丸の数は合いました。青丸2個になりました。じゃあ今度白丸、銀原子の数が合いません。から今度反応後に銀を4つにしてやります。はい、これで反応前後で白丸4個、青丸2個で数が合いました。化学反応式は 2AG2O
矢印 4AG プラス O2 になりました。はい、これで化学反応式の作り方の説明は終わりです。まあ、非常に大切なところなのでちょっと時間をかけて説明しました。みんなここは本当にしっかり理解しておいてください。はい、じゃあ今日の授業はここまでです。